今この車の田中さんとこのスペシャルでエンジンのお話したんですけど、はい、この車他にも何か田中さんと独特にちょっとチューンしたところがございますか、はい、サスペンションですね、はい、この車ミニの中で珍しく13インチのホイールが入ってまして、はい、はいはい、はい、大きいですね。13インチで比較的車高を、うん、下げてるんですね、なので普通にこれ、まあ、今までの、ミニの感覚でいくとこれすごく、乗りづらいです。13インチで車高が低い、はい、こうストローク取れないですよね、もう全然。すごく、なんですかね、跳ねますし、うん、ハンドルもすごく取られる、うん、そこを少しでも解消、するための工夫がされてまして、うん、一つはですね、サスペンションのショックアブソーバー、フロントのショックアブソーバーの取り付け位置っていうのをちょっと変更してまして、はい、簡単に言うとショックのですね、下側の取り付けの位置を外側に持ってきてます。はい、じゃあ角度をつけた。そう、角度をつけた、はいはいはい、そうすることによってショックをより働かせてあげる、はい、ストロークをちょっと取ったということですね。ストロークをより、うん、はい、出すために、それをしてあげるだけでですね、まあ、ミニってやっぱり結構突き上げが大きいじゃないですか、はいはい、それってショックがやっぱり働きづらい結構こう、レイアウトになっているので、うんうん、それを今言ったように外側に持ってくることによって、うん、その突き上げとかをですね、しっかり抑えてくれます。うん、でもちろんこうコーナーリングの時とかのこういうロールとかそこら辺の制御もより働くようになるので、それだけでものすごくミニらしくないこう乗り味になるんですね。ミニはね、バックブレーカーって言うんですよね、僕らの時代。背中を壊すってどん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 って背中が壊れるってあれやっぱ車高下げれば下げるほどより厳しくなってくる。普通の国産車とか乗ってきた経験だと車高下げただけで、まあ、乗り心地多少悪くなるんですけど、でもミニほどは悪くならないです、はい、ミニって車高下げれば下げるほどものすごいビョンビョンビョンってなってくるんですよ。それってものすごいそのショックが全然働かなくなってくる、うん、なぜそうなるかっていうのを これで分かりやすいんですけど、うん、これアッパーアーム、アッパーアームですね、でショックのついてる位置はここなんですよ、はい、でノーマルって大体正面から見たときに垂直か、もしくはちょっとこう頭が外側に出てるような、それ逆じゃないですか。逆じゃないですよね、うん、はい、こんな感じでついてます、うん、なので車高を下げていくと極端に言うと、うん、こうなってきちゃう、役に立つわけないじゃないですか、こうなっていくといくら高ストロークしても、うん、ショックはほとんど伸び縮みしないです、うん、もうなのでそれはありえない、ノー、うん、ショック状態みたいな感じになっちゃうんで、だからその反発、うん、スプリングの反発というかそのラバコンですね、はい、反発がすごいんです。だからボンボンボンっていう、うわ、大地、こういう角度でついちゃったら、うん、下がればサスペンション動けば動くほど動かない方向へ行っちゃうんじゃないですか、ダンパーが。ストローすればするほど本当は逆ですよね、45度欲しいぐらいですからね、はいはいはい、なのでこれを角度を変更するために、うんうん、こういうブラケットを作って、あ、はいはいはい、ここにつけてあげます。あ、エクステンダーを作ったんだ。あ、なのでこれがこの車にはついてるんで、はい、若干ここの寸法はいろいろ車によって変える必要があって、やっぱホイールのデザインというか要はオフセット、はい、オフセット、はい、そこら辺でホイールがショックにものすごくやっぱり近づきすぎちゃうのは、それを回避するためにここら辺にしたりとか、はいはいはい、っていうのはしてるんですけど、でもこのエクステンダーだったらいろいろな形で、はい、その車に合わせてホイールに合わせて交換できますよね、はい、そうなんですよ、あるいは角度そのものもそのドライバーの要求に応じて多少は変えられるってことですよね、はい、そうです、うん、これを作った目的はさっきのピストンと一緒で、はい、レースのためではなくて、うん、ストリートのため、ストリートでやっぱり僕車高が低い車が基本的に好きなんで、うん、低くても
疲れないというか、まあ、嫌にならない、うん、姉妹がどうしても欲しくてですね、でそれでこれを作って、そしたらうまくはまってですね、うん、とまあエンジンとかサスペンションとかの話聞いちゃったら乗らないっていうわけにはいけないような気がするんだけど、乗せてもらえますでしょうかね。はい、こちらのオーナーの方にもちゃんと許可を取ってまして、 ありがとうございます。さんに、乗っていただきたいと、そうですか、ありがとうございます。ぜひ乗せてください。オーナーさんね、年齢は70歳ぐらいですよ。あ、じゃあ僕と同じぐらいだ。ああ、そうか、じゃあもう全くミニ世代じゃない。そうみたいですよ、うん、ミニに対するこう憧れとか、うん、すっごいやっぱり強くて、あ、まんまだわ、うん、大先輩ですよね、うん、僕ほんと恐縮して、うん、対応させてもらってます、うん、そうか、うん、僕世代だよ、ほんとに。いろいろなインテリアでなさってることが見えるな。何を求めてるかっていうのはすごくわかりやすい。なんかこういう路線の方って、うん、あんまりなんかこうエンジンとかチューニングしないイメージがあるけど、うん、でもこの方は違いましたね。でもなんか田中さんのところでエンジンを、この1300のエンジンをやるっていうのがわかりやすい。すごくわかりやすい。だから僕なんかが求めるそのエンジンチューニングなんですよ、要は。はいはいはい。誰もレジンカーを走らせようと思ってないんですよ。だけども、さっきも前で言うように、モダンなスポーツカーみたいなのが来た時に、ちょっと邪魔や、ちっちゃい車だってバカにされた時に、何言ってんの、パタンと踏んで、シャーンと行くの大好きなんですよ。なめんじゃねえ、若造みたいな感じで。これやっぱ5速が入ってるんで、ね、高速ね、うん、やっぱり120キロ、シントメロだったら120キロとか進行もすごく楽ですし、楽ですよね。じゃあそこからちょっと車線変更のこう追い越しみたいなのも、うん、このエンジンのおかげですっごく楽にできると思います、これ。まだ乗ってないけど、先ほどご説明を聞いていると、あれだよね、トルクもパワーも比較的どこの回転もフラットにこう綺麗に出てきてる感じがするよね。日常使いに全然いいね。あ、嬉しいです、うん、それでオイラみたいなのがちょっとワインディングいて、プイプイ言わせんにもちょうどいいし、はい、これ本気で攻めたらかなり面白いかもしれないな。いや、多分これコーナリングすごい早いと思います、ちょっとやっぱり硬い街中ではちょっと硬いんですけど、うん、ワインディングとか行った時にすごいこなし、これはいいかもな、効いてくると思います、うん。だからこのオーナーの方も、もうほぼ毎日のように乗ってて、でゴルフすっごい好きなんで、もうこれでもうゴルフバッグどこに積むの。もちろんベンツも持ってるんですけど、ベンツもバッテリー上がっちゃうんじゃないの、ってぐらい乗らないんです、こればっかり。いやいや、これ乗り出して好きな人だったらもう離さないよ、だからちょっとコンビニに買い物行くんだってこれだよ。すごいね、嬉しいんですよ、その感じ。こういう低速でも全然問題なく、そうなんですよ、スムーズに動いてくれるもんな。もう旋回転付近でも普通に走ってくれますね、やっぱりトルクもあるから高いギアでも全然普通に走れちゃうし、硬いんだけどあんまり突き上げないですよね。突き上げないって、ガツンガツンがないです、硬、
硬さがどうしても、うん、これ僕の好みなんであれなんですけど、うん、65年オールドのね、あのミニがね、今回乗せてもらってとんでもなく今の街にフィットして走り心地が良くて、それで乗り心地が良くて、おまけにオイラたちみたいなちょっと山っ気のある連中、こうちょっとやんちゃな連中の足、右足にも簡単に応えてくれるっていうね、そういう車を今回はあの乗せていただきました。この車間違いなく羊の皮をかぶった狼って言っていいかもしれないけど、これはね、狼牙を出さないでそーっとしながらも陰でズドーンと踏むの最高でした。ありがとうございました。